ポンジになったみたいだ。新品のスポンジになったみたいだ。タルタルソース恐ろしい。みたいに爽やかだ。プレゼント当てるの大好き。よスポンジボブ、シャボンくん、これを取り返したからパトリックが喜ぶな。
たか。何者かがシーニードルを壊したんだ。それはひどいですね。シーニードルはかぎ針網の角の発祥の地なのに。ああそうだ。だがもっと大事なのは窓の外に敵とキラキラアイテムがあることだがに。カーニさん、こんな時にどうしてお金のことを考えられるんですか。簡単だ。頭を空っぽにすればいい。金金金。じゃあよく聞け。キラキラアイテムを持ってきてくれたら黄金のフライ返しをやろう。もっとうまい話もあるぞ。シーニードルの敵を全部壊したら黄金のフライ返しをもう一本やろう。危機を壊す理由はないですよ、カーニさん。でも、お前をバカにして変なあだ名で呼んでいたがによ。変なあだ名って？そうだな。スポンジボブ、パンツがケツ。そんなに変でもないですよ。ああ、そうか。だが、お前の母ちゃんデベソって言っていたがによ。よし、カーニさん。ぶっ壊してやりますよ。僕に任せてください。ここからだとみんなアリみたいな小さな魚に見える。わあ、ここからだとみんなアリみたいな小さな魚に見える。新品のスポンジになったみたいだ。ハロウィンは手を貸さないでいい気がする。敵を全部ぶっ壊してくれたら手間賃として黄金のフライ返しを。
アリみたいな小さな魚に見える。小さな魚に見える。ここにいるよ。春風みたいに爽やかだ。
風みたいに爽やかだ。